撮影申請してきました。オッケー、いやこれでもう怖いもんなしや。キリキリちょもちょも、キリちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見てるくるぶしです。よしです。OK。 はい、ということで今日始まりました。今日は外で、ロケ、ロケです。午前中ですね。午前中がまだ声で9月2日は、はい、チョマラテさんの、誕生日、いや、くんに王子。去年やったですね、大剣で、好きなもん、目いっぱい撮ってやろうっていうね、懐かしい、懐かしい、懐かしいでしょ。今年もですね、ちょっと、チョモちゃんにね、いい思いをしてもらおうと思いまして、いい思いをさせてくれる、いい思いをさせてあげようと思いまして、今日はなんとこちらに来ました。じゃん、うちうちのゲームセンタークレーンゲーム取ってきやう、うーどい。はい、なんかちょっと埼玉県八潮市にあるんですけど、ものすごい数のどこ八潮マジで俺もそんなとこ行ったことがない。ものすごいアイテム数らしいの、まだオープンしたバッグみたいで、結構賑わってるみたいなんで、まあ、ちょっとソーシャルディスタンスでね、うん、ちょっと好きなものたくさん取っていこうかなと思います。モンスターのキャップあるかしら。あ、今日はあれにしてくれよかったます。はい、ということで、ちもちゃんの誕生日、何でも、好きなもん取ってあげよう企画、それでは行きましょう。せーの、レディゴー。すごいね、なんかちょっと富士急みたいな。やばいよ、なんじゃこりゃ。五右衛門と宇宙人やで。必ず取って帰るべし。営業時間が10時から夜の10時から。ああ、12時間空いてるってことですね。すごいね。ちょっとやっぱりドキュンの相当。すごいな。すごいな。行さん取って生きて。入り口からすごいことになってます。てか、ここに来てたね、ヒカキンさん。あ、そうなんだ。見合ってた、撮ってた、撮ってた。すげーな。まあ、ほら、負けして行きましょう。あ、行きましょう。じゃあ、後でこれ写真撮りましょう。うん、撮ろう。すごいな。あ、もうね、何でも好きなもん言っていただいてね。ほんまに言ってる。はい。じゃあ、ちょっといろいろぐるっと回りながら吟味していきたいと思いますね。よし、よあ、すげえ。いろいろあるな。まずはちょっと、ね、モンスターのキャップ探そうかな。あるまあでもね、めちゃくちゃ広いから、とりあえず一周してみようぜ。そうだね。ちゃんとスタッフ呼び出しボタンまである。へー、すげえ。押したら来てくれんやん。ちょっと動かしてと。うわー、これちょっと欲しいな。これはちょっと、これはちょっと MV 誰とは言いませんけど、これ何なの、うなぎの何なの、うなぎの何やろね、これ。何だろう、何かは分からんけど、うなぎやね。ねえ、うなぎのスクイーズ。スクイーズって何、これスクイーズってバンドがいた気がします。友達。あ、そうなの。これガチお菓子、ガチお菓子や。辛いピザポテト初めて見た。あ、本当だ。今のところ台形の方が上です。ちょっとそうね。そのあのなんていうんやろ、雰囲気とかも。カオス感。そうか。ちゃんとしてんもんな、なんか。そうですね。まだそのドキュン感がそんなないね。そうね、うん。家族みんなで楽しめる。うん。大剣はマジドキュン感しかなかった。宝石キャッチャー。あ、長者これ詳しいんじゃない？うん、詳しいけど、うん、これあ中におるってことね。まあでも、あ、本当に多分ここには、うん、あの確実にその高価なものは入ってないからね。あ、そうなんだ。うん、言い切っちゃう。うん、言い切っちゃう。ゴミしか入ってないと思う。状態にもよるけど、うん、ここにあるので、
本当にちゃんと値段がつくのって、赤サンゴ、しかもちゃんと状態のやつサンゴ、もう発行されてる赤サンゴは値段つかない。そうなんだよ。動画撮ってるか。そう。持ち帰ったら YouTube でくるちゃまチャンネル。あ、普通にナスとか。これすごいね。すごい古いタイプのリフォーケッチャー。ほんまやな。あったな、俺近所のゲーセンにちっちゃい時これ系。これ系ね、うん。うわ、懐かしいな、マジで。今日土曜日なんでね、まあまあ、うん、まあまあ、子供が、ね、子供さんが。そうですね。ちょっと別の館もあるみたいな。お、行ってみましょう。第2の館に、はい、来ましたけども、結構な相手、あ、撮ってる子いるし、すごいね。いや、これ出るね。撮ってるね。え、チコちゃん、チコちゃん。あれやん、なんか海遊館とかにいそうな。あ、本当だ。ジンベエザメの。ジンベエザメ。これ売ってたんちゃうか、海遊館に。これね。これ。これモンスターの帽子なかったらこれ。え、マジ？うん、あ、ちょっとこれ候補ですね。あ、こんなん聞くでも1回100円なんで。いいじゃない。あ、これも好きかな。おお、なにこれ、わからんこれが好きみたいです見た感じこれ何かな、食いとりっすかな。ごめんね、さっきの女の子さ、うん、調べてみようっすって、こんな泣いちゃうよ。お母さんと一緒に見たいぜ。こんなの見ちゃダメっつ一人焼き肉。あ、いいね。これほんまにできるやつ、これ買ってちょっとね、やろうよ。できるんじゃないですか。これちょっといいっすわ。あ、なんか、あ、ライトか。なんか動画で映えそうなんだよね、そのあの、なんていうの、配信とかで。これはくるちゃん部屋に動画、あ、いいね、置いてあ、じゃあこれもちょっと後でやりましょう。ともちゃんが大好きな、てか俺も大好きな甘酒カレーがここね、カレーゾーンなの。すごいね。すごい、ご飯もある。すごいな。カレーキャッチャーでカレーゲットされたお客様がカレーを食べるために接続やって。すごい、あれレンジまである。やばすげえな。昼飯ももう自分で取らなあかんねんね。じゃあともちゃんの欲しいサメ取ってくれんの。サメ行きましょうか。じゃあくるちゃんにサメ取ってもらおうと思います。ちょっと欲しいサメがないのでスタッフ呼び出しボタンを欲しいの。まあ、めちゃくちゃ早い。違うとこでしたね。土曜日やからね。そうね、うん、ちょっと時間かかるかな。あのジンベエザメに入れていただいております。そんなにみんなあれ欲しい。なんか欲しなくなってきた。こちらのネイビージンベエザメをくるちゃんに撮ってもらおうと思います。ネイビーゴ、去年の雪辱を。500円いった方がいいかな。
けど。ももちゃん。本当にやってる。嘘。